今日はご飯食べ行ってカフェ行って来ましたね。彩子さんの話が面白すぎてめっちゃ笑った。というかもうね、正直言って顔がタイプなのでそれ毎回言ってもうなんかちょっと変かなと思って言ってないけど、びっくりするよね。ね、そうなの。だって2期生として5年間一緒にいるのに5年間経って今も可愛いねっていうのなんかちょっとあれかなと思って、てか顔かわいいねみたいな。とりあえずなんかやっぱりタイプの顔の人が目の前にいたら何回でもやっぱかわいいなって思うんだなってなんか思ったよね。これは不思議と、もうかわいい人はもういますけどいっぱい。タイプ、それにタイプが加わると最強になる。あとリンさんもね、リンさんもびっくりするもん。さやかりんさん、美人っていうか、芸術芸術だよね。こんな近くで見れて、それな、ボブにしてかわいい。ロングも好きだけどボブも似合うねって言っちゃったもん。この前の学祭の時のボブの、ちょっと巻いてる感じのが可愛すぎて。言っちゃったもんね。
ありがたい、こんな好き顔たちと仲良くしてもらって。兄ちゃんホルダー勝手に撮ったやつもあるよでもさやかりんさんは、うん、不意に撮られた写真めっちゃ嫌がるから絶対載せれん、絶対消してって言われるから。でも私は不意に撮ったやつも可愛いんですよ、可愛いから。なんかソフィーの表情って可愛い。写真撮り終わった後の表情とか自然な表情可愛い。私どうだろう、私写真ありが、なんかありがとうって言った後の写真も撮る私は何かポーズ変えてる時のとかも撮ったりする、勝手に使ってくれるかなっていう期待も込めて。そう、私メンバーの写真撮るときはいかに可愛さを最大限にして撮れるかっていうのも結構やってますね。とりあえず画角のスーパータイムがあって、はいスーパータイム入りましたって言って撮ってる。ちょっとキープでお願いしますとか言って、勝手に私がちょっと自分が好きな風にやってもいいですかって言って時々自分の好きな角度、なんかちょっとおしゃれな感じで撮ったりとかしてる。多分この子はこの画角は好きじゃないだろうけど、私はこのこっちの方が多分新鮮味もあって可愛いと思う。一回いいですかみたいな。って感じで。まあ適当にね撮るよりかね、やっぱり載せる、どっかに載せると思うから可愛い
方がいいよねって。でもちゃんとメンバーで好きな角度とか画角がねあるんですよね。私一つ言うと、リンさんのあのなんだろう、なんか採用される率は高いです。ヘッダーとかすごくない？私がちょっと後ろ向いてって言ってちょっとしたって自分の趣味みたいな感じで撮ったやつをヘッダーにしてくれたりとか、それを私は見逃してない。そう、結構あの撮ってって言われることはありますね。だんだん信用されてるかもしれん。この子はこの撮り方が好きとかも分かってきてる。全身とかも絶対失敗させない。なんか撮ってああ微妙かもって思われたくないから、全身全霊でいかに綺麗に足を長く見せるか。ちょっとなんかここ暗いかもなとか言ってちょっとこっちに移動してもらってみたいなとかも全然ある。ここ暗いからあっちの方がいいかもとか、あっちの方が漏れるよとか言って、でも一回撮ってみるねって言って撮って確認してもらって、あのここでもいいよって言われたら、あじゃあここで。人によってはこう明るいところの方が私はいいと思うけど、別に暗いところでもいいっていう人もいる。インド私はできるだけ背景とかもこだわってて、これ映らない方がいいなと思ったものは映さないようにしたりとか、ちょっと片付けたりとかして最大限にやってますね。とかちょっとメイクさん要素もある。ちょっと髪の毛ここちょっとみたいな、ちゃんとね服がちょっとって ってことをしておりますわ。ちゃんとねメンバーのことを最大限に考えております。
頼んでもらったからには可愛く適当には撮りません。そう、私もなんか写真頼むとき時々申し訳ないなって思うときあるから、そう思わせないためにもちゃんと言うよ。私がそういう気持ち持ってるから、第4希望？あ、希望があるのか。ねえ、撮影してもボツっていうか、多分何十枚か撮った中で使ってもツイッターに2枚、1枚2枚、インスタに何枚か、メールに何枚か、どっかいろんな場所で使ってくれてるのかなぁとは思うけど、全然使ってない子もおるかもしれん。うん、そうだね、アイドルはそうだ、何十枚か撮った中でその中で一番いい一番いい写真を使うからね。うん、使ってくれたら嬉しい。うん、だけん、そう、採用され、そう、ヘッダーすごくない？ヘッダーに採用される。あ、誰に撮ってもらう？よくくるくると取り合ってるかな。くるくる上手ですよ。くるさん上手です。そう、くるカメラあるしねくるさん強いです。しかもくるくるもなんかヤンさんが撮るの好きって言ってくれる。嬉しい。でもリンさんも上手ですよ。さんは、ちょっと上が空いててちょっと上からの
画角でくるくるは近めが好きらしい。そうなん。でもツイッター用とインスタ用でもまた画角がね違うんですよね。インスタは平行。インスタもツイッターもしとる子の時はどっちも撮る。まずインスタからいきますねって言って。まずはインスタ用から。次近めいきますって。でちょっと見てみてって言って確認してもらって、次はどういう感じがいいかとか。やっておりますよ。で、それが皆さんに、届いてるということですね。すごいことですわ。うん、みんなが保存してる写真も私が撮ってるやつかもしんない。ですよ。熱く話してしまいました。でも私をして聞いてる方はすごいですね。 X もインスタもメールもいっぱいあって保存が大変ですね。あるの大変じゃない私が全部投稿するか
ショールームも毎日してるし。大変ね。嬉しい大変ですね。しかもあれもあったわ、個人ファンクラブもあった。ゆっくりできんよ。加入しました、ありがとう。あ、年額会員さんには朗報がありますからね。お待ちくだされ。うん、キーホルダーもあるあったんですけど、他にもやっぱり1年ずっとね加入してくれてるっていうのは本当にすごいことなので、その方に何かしたいなって思って。でもみんな嬉しいんですけど、ちょっと相談してもらいさせてもらいまして、なんかできそうなんで、まあでもそんなに期待しない方がいいかもしれないけど。まあ去年のことを思い返してみれば、去年はあれだったんですけど、今年はまた違ったやつにします。うん、年末年始ということで、実用的なものを提案させてもらいました。持ち歩、持ち歩けるけど飾る系かもしれない。というか年末はいろいろねあるんですよ。年末っていうかまあ12月
あ、グッズね、ねえ、だよね。もったいないですよね。またゲットできてないことゲットできるようにしたいよね。あれめっちゃ可愛いからな、あのグッズ。うん、タペストリー、タペストリーはハロウィンのやつ。ハロウィングッズはあれなんだね、受注生産じゃないんだね。販売しちゃうよね、アクスター。みんなが大好きなアクスタ。あれってオンラインでは完売しても、なんか公演の時とか物販あるよね。その時はあるのかな。現地だったらあるってことか。あったらあるってことね。ハロウィンのやつも可愛いもんね。当たり前のこと言った。あったらあるってことね。来月も可愛いだろうし、再来月も可愛いだろうしね。困っちゃうね。衣装さんが可愛い衣装を作ってくれるんですよ。来月も好きな感じ、サーヤンの好きな感じで。12月はあれですからね、スペシャルですから。確かに私去年さ、言っちゃうとさツリーだったよね。言っちゃえば、なんかちょっと今年ももしかしてツリーではないのか。ツリーではない。のかな。ちょっとね、全身写真が暗すぎて。あ、これは明るいかな。めっちゃ可愛いんですよ。もうとんでもないわ。
3も好きだった去年ね、ツリーではない、なんかぽさはあるかもしれない。でも可愛いよ。いや見たらねわかる。あ、サイアンが言ってたのそういうことかってわかると思う。でもまたこの前ハロウィンの衣装でライブできたから、またこの衣装でライブできたらいいな。ハロウィンとか12月とかは衣装さんがの手作りなんですよ。だけ一着しかないの、一着ずつしかないの、その何種類かで。え、すごいよね。ハロウィンのやつも全部あれ手作り、愛が詰まってる。ね、素晴らしい。一点物です。だからいろんな場所で着たいです。みんなの前でも直接見てもらったりとかもしたいし、なんかいろんな、そうグッズとかの撮影の時もなんかこれ似合いそうだと思ってって言って準備してくれたりとかして嬉しい。これがそうサイアンに似合うと思ってって準備してくれたりとかして、優しい。また言うね、その時は。これですって。11月もみんな好きだろうな。11月もうすぐ。しかも私にしては珍しい髪型もしてる。
しみに。ヒントはみんなが好き。みんな好きかは限らない。みんなが好き。髪型ね。衣装は、みんなが好き。サヤンが好き。でもね、なんかそういうグッズのもうだんだんもうネタ切れっていうか、もう分かんなくなってきてるところもあるらしくて、だけどういうのがいいとかあります？もういろんなものをやってきたけど。そうそう、その季節によってね、変え、なんかだん、その季節にちなんだものをやってきてるけど。ハロウィンとか12月とかはもうね、もうあれかなっていうのはあるけどね。ウェイトレスさん来たことあるような、ないような。いや、あったかな。アメリカンダイナーあったね。あ、カラフルとかないかも。あのグッズとかもなんかこういうのいいなっていうのあったら。ああね、スポーツ系は思った。この前ゴルフやったから、そう、なんかスポーツ系でどんどん攻めていく。グッズも作っていく。そうなん。このグッズが出たら自分だったら買うよってやつね。買います、絶対ゲットしますってやつよ。うん、はあはあ。なんかメイクさんと話し合ったのは、今も流行ってるってことで、ルーズソックス。ルーズソックス系のなんかもの、そう、 Y2K 的な。よくなーいって言った。そうそう、うん、かわいいよね。
江戸時代可愛くなれるかな。くのいち買う？確かにお姫様グッズなかなかないね。絶対可愛いし。くのいち買う？本当に。くのいちのアクスタ買う？手裏剣持って。のうちのうちは持ってく。確かに新鮮さは二重丸です。もしかしたら名刺かないかもね、出てるところ。これ誰？位置的にそうやん。ここよね。なるほど、ありがとうございます。もういろいろしたもんね。スーツあったな。フラダンスの衣装。フラダンス。結構露出すごくない？夏。夏なのか。ハワイ地悪。また伏線が。また伏線。夏だったら白ワンピースとかよくない？あったっけそれ。白ワンピース麦わら帽子。パレオ。パレオって水着。
大きめ T シャツ、すごいなんか写真集みたいな。ルーズ系のね。パジャマとかもみんな好きそう。パジャマはでもあったもんね、あのアニメイトさんのコラボとかでも。パジャマ、ルームウェアか、とか。うん、確かに着ぐるみ系ないよね。顔出す、顔はちゃんと出すけど、でもちょっと面白そう、着ぐるみ。一瞬後ろ姿だけで誰って顔だけ。あ、着ぐるみやってた？あ、じゃダメだ。いや、リバイバル。リバイバルで、あと何やろ、新鮮やったら釣り。釣り人。却下。却下か。どうしよう、レシが提案して釣り人って言って、なんかグッズがいつもよりもちょっと怪しくて、売り行きがあれ怪しくてって言えたら、もしかして私が提案したみたいな。ちゃんと新鮮プラス皆さんの心にキュンを与えるものね。宇宙服買う？宇宙服買う？ヘルメットの反射で光がちょっと時々顔が見えなくなる。若干ちょっと顔引き気味でみたいな。顔引いてって言われる、光がって。そうよ、キュンキュンを感じな。みんなキュンを感じて。あ、鬼、鬼風は3月鬼風。
違うか。いや、また違うか。いいと思います。本当。鬼もそうだね、なんか場合によってはちょっと可愛いかも。ま、提案はしません。ただ配信で言ってるだけ。次、石尾さんに会った時に話そう。でも結構書いたよ、メモに。メモ書いてたんですよ。14個ぐらい書いた、グッズも。メモしたから忘れちゃうんだよね。14個提案します。そんなにできんわってね。ルーズソックスはメイクさん推し。ハイソックス、ハイソックス最近買った、3つぐらい。ハイソックス可愛いなと思って、秋冬着たいなと思って。このタイミングで来ましょうかね。そう、もうちょっとインスタでは夏服が続きますね。まだ
夏服待ち投稿。でもまだ秋服着れてないしな。ちょっとずつゲットしてるんですけど。私の秋服、流行りはバルーンスカートかな。バルーンスカートか。ミニ丈も流行ってるし、あとなんかブラウンかな。あるんすか。なんかふわってなってる。シュッとかフリルじゃなくて。かわいいですよ。あとはフリルが3段とかも流行ってるね。それもゲットしようと思ってる。次の2000円クーポンの時に。そう、シルエットバルーン。あとなんだろうな。ラメはとかも流行ってるけど、ラメが入ったやつとか、ラメでロゴ書いたりとかね。秋メイクは目の下にラメザクザクとかが流行りそう。
がキラキラ。この前雑誌で見た。帽子？帽子？なんだろう。帽子はずっと流行ってる。帽子っていうか、私最近買ったのはあれ、猫耳っぽい、なんだろう、ニットの帽子とか。ニット帽流行ってるのかな。ニット帽したいなーって今年の冬思ってる。可愛くない？ニット帽してる？してるの？猫耳のか、なんかかぶったら猫耳になる帽子多いね。去年ぐらいからちょっとずつ流行ってきてた気がするけど。感じかな。最近なんかさ、こういう服あったら可愛いなとかパッて思い浮かぶんだよね。うん、降りてくる。たら可愛い。でもすぐ忘れちゃう。そう。なんかそういうのもいいなと思った。将来。やっぱ洋服好きだから洋服の関わりたいな。ファッション。なんかその洋服の関わりながらモデルさんもしてる方もいるから、そういうのできたらいいなとか思ってる。
SNS の活用、 SNS 担当でも良い。モデルさんいいね。他はこうウェブカタログとかちょっとミニブックになったりするモデルさんとか、うん、夢見てますけど。いいなぁと。なんかちょっとそこで買い物したらカタログついてきますよっていうのが時々あるんですけど、そういうのとかウェブで、ウェブのカタログってめっちゃ世界観大事にしてて、そういうのもいいなーって思ったりね。夢見ております。やっぱ撮影いいですね。撮影好きだな。なんかこの前リネタンと一緒に行った占いがあったんですけど、12月に願いが叶うって言われてて、ちょっと何叶うんやろうって思ってる。ちょっと期待してるよ。何が叶うんだ。もし叶ったらすごいよね。まあでもちゃんと厳しい判断でいきますけど。
厳しい判断できます。ああこれじゃなくて、本当だ。手法を期待しておきます。でも本当なんか当たってたらすごいな。ミクシーなんだっけ、忘れちゃったけど、なんかいいこと書いてあった。毎年いいこと書いてあるからちょっと怖いんだよね。うん、12月末に答え合わせしましょう。大晦日に答え合わせです。ざわざわ、うん、ざわざわね。あれは結論から言うと出ましたね。また話します。やっぱ自分なんか直感っていうか予感って当たってるんだなーと思った。これから信じようと思うよ。私の直感すごい。とか人が言ったことも、あこれ嘘だなとか思ったら嘘だし、あこれ本当だなと思ったら本当だし、それもなんかすごいなと思う。直感なんか分からんけど、それは、うん、それは分かるね。
まあ別に嘘だとしても嬉しい言葉もありますけど、名前変えてなんか言ってる時とかもわかる。名前変えててもあ、この人だってわかる。これはもう直感っていうか観察眼かもしれない。配信とかもわかる。名前変えても。とかポストとかも。ポストとかさ、なんか急に批判ポストとかは時々あるんですよ。絶妙に私の名前つけて言うっていう。で、そういう場合って99% ぐらいで捨てアカなんですよね。普段使ってないやつとか新しく作ったとか、あえて私に見えるようにこう誰かが言ったみたいに言ってるけど、私からしたらあの人かなってわかる。なんかそういう時なんでわざわざアカウント作ったり捨てアカ作るんだろうって思うけどね。だけど逆に刺さらない、私からしたら。堂々と言ってくれた方が、そのちゃんとしたいつも使ってるアカウントがあるならそのアカウントで言ってくれた方が私は刺さるんですけど、わざわざこうそのアカウント使って高尾さやかつけてなんか言うのは全く刺さらない。またかって思うぐらい。しかも私は正体分かってるし、まあ、本人には言わないけどね。そういうのってアンチってよりかは絶対多分普段は応援してくれてる方だったりするからね。ね、何かしらこう、まあ、そういう時期もあるんだろうね。結果刺さってないし
私が本人目の前にして、あーって思うだけ言わないけど、そういうのがあるね。でも1年間に数回ですけどね。全然それに関しては全然気にならないかな。うん、何もしない。あ、でも多分それを私のフルネームで投稿して、それで満足なんじゃないか。ちょっと私の評判っていうか下げて、それだけでも満足なんじゃない。フルネームで名前と顔で出してやってるからね、アイドル。大体そういうこと言う人は捨てアカウント。本当のアカウントだったことないかも。SNS ね、そういう使い方もあるってのがちょっと寂しいよね。まあ、そういう時は皆さんからの平和のコメント見て浄化させてますけど、うん。でもそれ見て私も別にポストしないし、したらまた悪化するか。ちゃんと考えたら違うよねってことだったりするし、
好きだからこそこう歪んだり曲がったりするんだろうね。それは、人間でもあるしね。嫉妬、嫉妬っていうかその違いには言えないけど、嫉妬って一番見にくい。感情が私はいつも嫌だなって思う。でも人間だから他のものとこう絶対比べてしまうし、なんかだからこそなんだよな。もっと愛を届けようとはならずに、何かを壊そう、潰そうってなっちゃう。そうやな、怒りの矛先がないと辛いよね。話せる人もいないとね、さらにどこにぶつけていいかわかんないし、人生は修行だな。ラブ修行しなきゃ。なんか言おうとして忘れちゃった。なんだ、ネガティブな方はこう自分だけがこうだって思ってしまうのもあるよね。私もそうなんだけど、ネガティブに寄っちゃった時はなんか自分だけこうなんかいつもこうだなとか思ってしまう。
ですよね。考え方次第なんですけど、一番よく思うのがコメント読み問題なんですけど、そう、いつも読んでもらえなくてってお話し会とかで言われる時もあるんですけど、それやったら私全然みんなのことをめちゃ無視してるけどみたいな。私毎日みんなのこと無視してますけどと思うけど、自分無視されてるみたいな言われる時あるけど、じゃあ私みんなのこと無視してるよって。そうなんよね。読めたらね、だけどちょっと私も頭の中では読んで解釈して返事しているところもあるんですよ。でも全然最近はそういうのはないかな。昔は結構あったね。読んでくれないからもう、コメントしなくなったとか。昔はね。全読み知ってた時もありますからね。そう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 。全読みしてた。で、コメント消えていってできなくなっちゃったんだよね。結構悩んでたね。でなんか、最近もあったか、なんかコメントもなかったらまた無視かっていうコメント、無視してないと思ったけど、それならみんなのこと無視しとうみたいな。まあでもそう思っちゃうんだろうな、自分だけって。お話し会だったら無視しないんですけど、絶対いろんな人が見てるから反応しづらいこととかもあるし、
結構いろいろ考えてるんですよね。とか、これメールで話したなとか、メール限定のことなんだよなとか、内容とか。って思うと、ちょっとやめとこうとかはあるけど、話したことがいいことは話すけどね。話の流れとかも確かにあるかな。そうそうそう。読んでないけど、あ、違う。声に出してないけど、ちゃんと見てる時もあるから。それを話し会で話したりとかもある、全然。考えてますね。こんな無表情だけど、めっちゃぐるぐる考えてる時もあるし、ちょっと立て込んでる時は頭いっぱいの時もあるけど、本当にぼーっとしてる時もある。そうなんですよ。頭の中ではレッスンしたりとか。中でレッスンしてたり、イメージトレーニング しとったりとか、なんか他のことで頭がいっぱい、なんか悩みとかもあるし、いろんな日がありますからね。例えばこの前ああいうこと言われたなぁとか考えたりとか、考えている。だからそんな完璧になることではないかな、配信は。本当に無視とかはしてないし、結構何回かはもう配信せんどこうかな、そういうのでね、配信しない方がいいかなって時もほんとしばしばあったけど、なんかその度になんか
私の配信を楽しみにしてる人がいるっていうことを知って、じゃあその人たちのためにも配信は続けようかなとか、繰り返し コミュニケーションの場だからね。できるだけ。本当に時々本当メールでも言ったりしたもんね。悩んでること。たびたびありましたな。でも、ほんと今は全然減りましたね、そういう悩みは。時々辛辣なコメントあったらちょっとうってくるぐらいですかね。もう寝よう、確かにもう寝よう。もう寝ましょう。ネガメールないよね最近。いつもごめんなさい。そうね、ネガメール、まあ最近、まあ、ネガ、そうね、なんだろうな、時々ちょっと願ってる時はあるけど、生誕ティー買いました、ありがとう。26日までだったかな、忘れなく。ネガメールもね、ネガはあのね、そう難しいんですよね。できるだけこうちゃんとその願っているときはそう書くときあるけど、今年か去年ぐらいなんかあんまりネガなのはあんまり見たくないっていう意見も聞いたりしてからは、ああじゃあやめようかなって思ったりもするけど、逆にその願っちゃんとその自分の今のちゃんとした思いを届けるっていう意味では、そういうのも一緒に共有したいって方もいらっしゃるし、すごい難しいところではあるんですよね。メールだからいいじゃんっては思うけどね。そう、私が願っちゃったら見てる方も願っちゃうみたいな。
そういうのもあるのかと思って、でもね、多分送ってると思う。ちゃんと、私的にこう戦ってる時はちゃんと送ってるかな。本当リアルタイムで送るから。私が吐き出す場所とか、メールぐらいしかないもんね。言ってしまえば、私と気持ちを共有できるのってファンの方だと思うんですよ。ちゃんと私と同じように嬉しいことは嬉しいって言えて、悲しいことは悲しいって一緒に分かち合えるのってファンの方だと思ってて、嘘偽りなく、だからそこはちゃんと言ってるかな。そういう存在がいるのはとても支えでもあるし嬉しいことだと。だっけね、 SNS とかでは全然出さないけど、メールでは本当はサインはこんな感じなんだなって言う時あるもん。配信でもちょっと表情とか雰囲気から出てる時はあるけど、ちょっとファンの方には知ってもらっておきたいって時もある。ありがたいね、そういう存在がいるって。しかも多分私はそんな自分の気持ちを表に出せる人じゃなくて、もともとうん苦手。な方なんですよね。
それが、だんだん出せるようになってきたかな。だって私自分の気持ち言うときね、なんか泣いちゃう子で何も言えない子だったんですよ。何かあったのって聞かれたら泣いちゃうみたいな、言ってくれないとわからないよみたいな、とか大丈夫？とか聞かれたら泣いちゃうみたいな。そういう子だった。発表も絶対しないし、授業で。めっちゃ家にこもっていましたね。なんかされても言えなかったし、アイドルなってから最初もあんま言えなかった。配信とかでも自分の気持ち言えなかった。言おうとしたら泣いちゃって、自分の本当に思ってることとか言っちゃったら泣いちゃう。今はだいぶ成長した。ちゃんと言えてると思う。私は言いたくても言えなかったし、それなら言わない方がいいなっていうか、言わない選択肢しか取ってなかったから。成長しました。私すぐ泣く子だったんですよ。まあもう時々泣いちゃうけど、人に見せたくないんですよね。なんかもう昔からの固定概念みたいな。なんだ。だっけ、泣きたいとき、泣きたくなくても泣いちゃうときはどっかに隠れるか、
泣くなって泣くな泣くな泣くなって暗示をかける。絶対泣くな。って感じ。こんな感じですね、本当の私は。そうです。でもそんな私を、でもメンタル強いねって言われたら、ああそうなのかなって思う。隠せてるから、どん弱くても、まあ、でも結局立ち上がるしね。そういう面ではメンタル強いのかな。あんな方には知ってもらいたいかな。私が泣いたらみんな悲しいもんね。それもあるかも。悲しくさせたくないから。というわけで、そろそろ終わります。でも私はみんなが泣いてくれたら嬉しいけど。私のために泣いてくれたら嬉しいけど。逆に笑っちゃうかも、嬉しくて。泣いてるのって。泣いてるって。じゃあ読もうかな。バリーさん、F 渋谷さん、ノムさん、マイセンタン、神戸のヒッキーさん、コッペさん、セイヤンさん、ケイさん、リョウヘイさん、ナオさん、フッカンさん、ミツルンさん、オーサムさん、菩薩ハンカゾウさん、台湾のコウさん、リョッピーさん、フジポンさん、ケンタロウちゃん、ワッキーさん、ムラさん、伊達様、ゆうすけさん、コーチさん、トシサさん、ガッチャン、タンタンさん、キチネさん、モリキッチさん、ゴジュアップくん、大西くん、カタムツーリさん、鳥取太郎さん、メガバイトちゃん、アキアンさん、ありがとう。
よし、私が早う寝るよ。気づいたらもう時間経っておりましたね。うん。でもなんか鼻水も喉も大丈夫になったかも。鼻水もそんなないし、喉も痛くないし。治った？薬飲んだからかな。全然喉痛くないんだけど、嬉しい。あ、スープ買ったんだった。スープ飲んだがいいよね。あれ、明日の朝と昼もと夜も飲もう。スープで温まります。明日お風呂入ろう。ありがとう、話聞いてくれて。ありがとねー。うん、そうだね、油断は禁物です。うんうん、そう、絶対休みたくないから絶対直す。みんなの楽しみを自分から奪いたくないよ。そこは信念。でも本当になんか治ってきた気がする。そういえばこの前なんか迷ってる夢見たな。最近いい夢見ないわ。なんか迷ってる夢。迷路ですよ。みんなの夢にも登場したいですな。今日登場しようかな。
じゃあみんなに生きりを飛ばすか。生きりを飛ばしたら夢に出てくるかもしれん。肩が重くなったらすみませんね。肩がずしっときたら。みんなの生きようは弾き飛ばしますけど。じゃあねー、バイバーイ。おやすみなさーい。ゆっくり寝てくださーい。楽しいこと考えてー。いいこと考えて。